どうも高井です。直販通販で稼ぐ年収1億円農家っていうこういう本ですけど、まあ、結構ね面白い内容の本でしたよ。まあ中でも、まあ、そうだよなって思ったのが社長ね。社長がいくら人材を募集したとしても自分以上の器の大きい人間っていうのは、まあ、会社に入ってくれないという話で、まあそうだよねみたいな話ですね。結局だってね、いくらね自分自身よりもね大きなスキルを持った人でも、やっぱりその大きなスキルを持った人もその人からこう何か奪いたいアイディアなり知識なり、その人の持ってる強い武器をね奪って自分の糧としてこの先生きてこいじゃないですか。ってことはですよ、その人にその自分自身以上の武器がない人に、まあそういう人に寄っていったとしても、結局はそれ以上のね自分自身以上の武器持ってないわけだから行ったっていう意味ないじゃないですか、まあ、だからこそこの本って思ったのがビッグになろうぜですね。本当に自分自身をより高めていく、これこそがいい社長の条件かなってこの本読んで思ったので、皆さんも読んでみたらどうですか。それでは。